ルヒーローズアルティメットミッション X。 いいか、よく聞いてくれ。何があっても絶対にこっちに来ちゃいけない。みんな、何者かの手によりドラゴンボールヒーローズの世界に凶悪な異変が起きてしまったんだ。そのせいで君のいる現実世界までもが大変なことに。君にお願いがある。このピンチになった2つの世界を君自身の手で救ってほしいんだ。君にお願いしたいミッションは、各世界への入り口である時空の扉へ侵入し、異変の元凶を探って取り除いてほしいんだ。扉の向こうでは今までに見たこともないありえない事態が次々と待ち受けている。君の行動次第でどんどん仲間を増やすこともできる。一人でも多くの仲間を作ってみんなと協力して戦うんだ。これはすごい。現実世界もみるみる活気を取り戻しているじゃないか。これらの冒険の鍵を握るのはカードなんだ。アーケードモードでは36段のミッション、そしてシリーズ最大の3300枚のカードデータが収録されているみたいだぞ。これはもうやりごたえ十分。カードを集めて集めて集めまくってくれ。集めたカードで友達とバトル。対戦を重ねればどんどん強くなることができるぞ。カードの使い方はこれだけじゃないって。君自身がミッションを作ることができる夢のモード、アルティメットクリエーションモード。さあ、カードはどれくらい集められたかな。カードはバトルを重ねることで強くなることは説明したよね。そして今度は君自身がこのたくさんのカードを使って新たなミッションを作ることができるみたいだぞ。チームを作り、バトル中の行動パターンなど細かな条件を決めて、君だけのオリジナルミッションを作ってみよう。お、なんだこれは。サタンさん、アホってな。ゴハンさん、ヤムチャさんまで。このゲームにはまだまだ俺の知らない遊び方が隠されているのかもしれないな。君が救い、君が作り出す新たなドラゴンボールヒーローズ。任天堂 3DS ソフト、ドラゴンボールヒーローズアルティメットミッション X、 4月27日発売。今予約すればスーパードラゴンボールヒーローズのマシンで使えるヒーローアバターカードと SRQ バトルカード4枚がもらえる。前作をやり込んでおくと何かいいことがあるかって。もちろん、これまで集めたカードなどセーブデータを引き継いでこのゲームを有利に遊び始めることができるんだ。バンダイナムコ